どうもゆたです、本日はですね、富士スピードウェイショートコースに来てます。で今10月なんですけど、11月からシーズンインってことで、ちょっとね車のセッティングアライメントをこの前変えたと思うんですけど、それからちょっと走ってないんで、ちょっと走ってみて、で11月からねもうちょっと本気で走るんで、それに向けてちょっとセッティング出したいんで、どんなもんかとちょっと今日走って、塔とキャンバー、基本的に塔を見極めて、今すごいもうテールハッピーな感じで、高速道路で車線変更するだけでもちょっと緊張感のある動きなんではい、ちょっとねヘルパーの、プリ変えたり車庫上げたり、とりあえず現地でできることはやろうかなと。でその後頭調整やろうと思ってます。今回使用するのは、アドバン横浜ですね。 A050 のコンパウンド GS コンパウンドです。で製造年22年の36週目、9月なんですよ。今10月なんですけども、出来たてほやほやのねタイヤなんで、かなりコンパウンドも新鮮でグリップするんじゃないかなということで、一応本番に向けてのセットアップになるんで、ちょっとテスト走行でタイム出しに行くわけじゃないんですけど、本番想定したちょっとセットっていうか条件で走りたいので、ちょっとこちらをねもういきなり本番用のを使っていきたいと思っています。はい、そんな感じです。はい、でね、富士スピードウェイ音楽かかってるから著作権がね入りそうで嫌なんですよね。途切れになれば全然何秒以上続くと入っちゃったりするんで、それはさておき、050なんですけど、ちょっとねローテーションというか、回転方向決まってまして、052の時みたいに、左右を変えられないんですよ。だからもう左は左で前後で組む、ローテーションするしかないんで、絶対外がやっぱり減っちゃうんですよね。サーキット基本的に右回りか、右回りのコースが多いんで、絶対車体の左側が減るんですよ。富士ショートに関しては左回りなんで逆が減るんですけど、富士とか筑波なんか全部右回りじゃないですか。だからこっちに負担いくんで、052みたいにこっち側減ってきたから車体の右に移そうっていうのはできないんで、だからそこがねちょっと前後でのローテーションができるんですけど、ただ回転方向関係なしに逆回転で履いてもグリップするんであれば、別に逆履き雨で乗るわけじゃないんで、ちょっとそこ知らないんで分かんないですけどという感じですね。そこがちょっとデメリットかな。であとやっぱ一発タイヤなんで垂れるの早いらしいんで、ちょっとそこの見極めというか感覚もつかみたいなと思ってます。でね、やっぱりねほらこのチリ毛ねダメなんすよ。オイルシールがもう完全ダメになっちゃって、でパッドもねこんだけ厚く見えるけど、これ意外とそんなに残ってないです。耐久パッドにはなるんで、この熱伝導率の考えであったりとか、あとこのピストンが出てくると中のピストンシリンジなんかのオイル量も増えると、ちょっと熱持ちやすくはなってくるんで、いろいろとやっぱ減ってると良くないなというのはあります。ローターもねクラックはねこの前富士で多少入ったかなっていうのはあるけど、どんどん消えてきてはいるかな。レコードラインもそんなに深くはないんで、はい、そんなところですね。あとプリはちょっと今度っていうか後で伸ばそうかなとは思ってます。あとちょっとラバー今外してるんで、バンプラバーがあって、そんな走ってないんですけど、あとこれぐらいしか縮められないっていう、バンプタッチしてしまうんで、まあ、そこの見極め、どのぐらいなのかっていうのもちょっと気になるとこです。まあ、これセッティングのためにラバー外しといたんですぐ見えれるように。まあ、普段はね、保護のためにつけた方がいいかなとは思いますけど、で、リアが結構プリかかってるんで、ちょっとね、やっぱリア浮き気味なんで伸び欲しいかなっていう。で、結局これも伸ばす方向ではいるんですけど、トラクションかける時にこんだけ柔らかいバネだとちょっと反発が少ないっちゅうので、今度はちょっともう少し硬いのにしようかなとか目論んではいます。はい、ということで、ちょっと今現状の仕様ですね。はい、とりあえず書き写しました。アライメントの方は書いてますね。エアー2キロで合わせてます。まあ、冷感は 1.5 ぐらいで始めるつもりですが、車高がね、やっぱ左前、ドア、あそこ変わったんで、多分それのせいで上がってんじゃないかなと思います。で、あとアプリもかかってないので、いろいろな要素がありそうです。なんで現状、ちょっとね、前、平行ぐらいか、まあ、平均すると。で、リアを上げる方向で行きたいとは思ってるんで、多分アンダーなんで。でも多分今回トーアウトにしてるんで、ちょっとオーバーかもしれないんで、そこの見極めが難しいかもしれないですね。アライメントで、車の動きを持っていくか、あとは、車高で車の動きを持っていくか、っていうところがあると思います。で、リアの車高に関してはもう少し上げてしまうと、多分バンプラバーがもうついてしまうと、伸びより縮みのがなくなるような感じにはなるんで、まあ、バネを固くするかどうかで、伸びもぶっちゃけフロントのバネ固くしてるんで、フロントノーズがノーズダイブをあんましなくなることによってリアの伸びもそんなにいらなくなるとは思うんで、それも狙いなんで、ちょっと本当に走ってみないと何とも言えない。で、車高とあとプリロードと、まあ、プリはあれです、ヘルパーの。あとは減衰は一応、まあ、縮みは全部20段戻しの伸びが3戻しぐらいで、一応、これをデフォルトでちょっと、こっから調整していきたいと思います。はい、もうちょっとで9時半、あと10分ぐらいかなるんで、ちょっと初走行、まあ、ほぼ初走行、一回なんか体験みたいな感じで、15分ぐらいかな、一回走ったことあるんですけど、その時タイム忘れちゃったな、34とか。34だったかな、ぴったりフラットとか、ずいぶん昔なんで3年ぐらい前とか、まあちょっとタイムは正直何秒出るか分かんないですけど、結構1コーナー見た感じ下ってて、で結構曲がってます最初なんで、かなり多めに取って縦でちゃんとブレーキしてこう曲げてって、アクセル踏み出しちゃった方がいいのかなっていう、こうボトムでピューっていくより曲げて踏むで。左の3、4コーナー、上りなんで、本当は3速使いたいんですけど、ちょっと走ってみて、50キロぐらいから、ボトムが50ぐらいなら3速使うんですけど、50下回るとちょっとしんどいんで、上りだし、2速かなっていうのはあります。で、最終コーナー手前までも、途中の試験員で4速入るかな。で、最終の立ち上がりは3でいきます。最終はそんなにきつくないんで。でストレートは4速入ると思うんで、そんな感じです。まあね、ヘアピンっていうヘアピンが多分最終コーナーぐらいかでないんで、珍しいコーナーなんで、まあ、どっちかというと、まあ、ヘアピン結構苦手なんで、もしかしたらちょっと得意かもしれないですね、わかんないですけど、まあ、ちょっと、まあ、テストもっていうこともあるんで、ちょっと楽しみながら、ちょっと車の動きがねかなりオーバーっぽい気がするんで、しっかり温めて、そうだね、いつもみたいに雑に運転するとすぐくるっと回ってしまいそうな気もするんで、ちょっとね緊張感あるんですけど、ちょっと走っていきたいと思います。で、今曇りなんで気温もね20度ぐらいかな、いい感じなんで、ちょっと楽しんでいきます。目終わってまだ10分ちょっとしか経ってないんですけど、まあ、テストっていうこともあってで GS そんな減らしたくないんで熱入れるとねすごい減るんで、まあ、アタック4本ぐらいかな。一発目の初アタックサクリサクリでも32秒8で最後の最後、32秒49か出ました。まあ、前半セクションの攻略が少しできたのとあと真ん中の高速コーナーの右がちょっと突っ込みすぎてアンダーなんで。でその後の左縁石使って最終ブレーキするんですけど、そこがねまたブレーキ効かなくてで次縁石で跳ねちゃってピストン戻っちゃってんのかなと思って最終コーナー入る最終ブレーキ入る前に左足でポン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 ブレーキしたんですけど余計効かなくなっちゃってもう突っぱねられる感じで跳ね返ってくるんですよブレーキが。踏んでも効かなくて。感じでぐっとブレーキが効かない状態なんで最終だけだね。最終のブレーキだけやっぱりねブーツがもうダメになってるんでそこでピストンの動きが悪くて多分ダメになってんじゃないかなと思って、これ発覚してからブレーキの効きがやっぱり悪いんでオーバーホールすれば昨シーズン全然大丈夫だったんでそれじゃないかなと。それがダメだったらもうちょっと分かんないんでまた原因究明しないといけないですね。はい、で GS こんな感じ。まあ綺麗に減ってまあでもねこんだけの低速そんなに車速も乗らないコーナーコースでこんだけ横使ってるんで4度ちょいぐらいでやっぱ筑波とか富士レーシングコース走るんだとやっぱ5度ぐらいは欲しいなっていうのはあります。はい、こんな感じです。でねそう塔なんだけどすごくいいんだよね。全然オーバーじゃないしむしろ乗り方に次第で全然アンダーになるんで塔は全然このままでいいね。やっぱサーキット来ると全然違うね。全然塔はこれでいい。いや困っちゃったな。特に車の動き悪くないんだよねでもせっかくだからちょっといじりたいんだけどどうしよっか。どこいじるか。コーナーとかも3、4コーナー上りの左はすごいケツがもう出る勢いぐらいでアクセル全開でベタ踏みで曲がっていけるんで全然いいね。それ以外はむしろアンダーなんで多分乗り方の問題の方が大きいね。全然いいよこれ。全然いいです。はい、いや分かんなくなっちゃったなこれ。でも多分リアがちょっと出てるから伸びが足りないんでリアのヘルパーはちょっと伸ばそうかなと。フロントのヘルパーもまあちょっと伸ばしてのいいのかなどうかなっていう感じです。ただアンダーなんでとりあえずリアの車高ちょっと上げますか。上げてで上げるとでもちょっと遠いんになっちゃうんでキャンバーも少なくなってうんまあちょっと考えます。はい、はい、まあ走行後のエアーツこれ2キロじゃね合わす1.6 で始めました。で198まあほぼ2キロで前が 2.05 キロでリアが 18.5 キロでリアが右リアが 19.5 キロっていう感じで、まあ、リアの方が頭回りづらくてやっぱ、左回りのコーナーなので右の方が温度が高くなります。はいという感じでで、エアーツもエアーも多分、今落ちてるん で車高を測り直したら、左前が 2mm の右前が 3mm、 左後ろは同じ、右が 3mm、落ちてます。でちょっと右前の車高がちょっと低すぎるの で僕が右乗ると落ちるんで、135ぐらいにしましょうか、右を。でリアを140ぐらいに合わせようか、両方。で伸びを増やす。そうするとまあ縮みが少なくなるけど、そうだ、バンプラバー見てみようかっていう感じで、ちょっとね結構長くなるんで、動画がセッティング前とセッティング後で分けようと思いますんで、とりあえずちょっとこの続きは次の動画でお願いします。